今までさ、今でも対戦したら、まあ、セ・リーグ、パ・リーグ両方対戦してきたけど、一番こいつ嫌やなっていうこれタイプ的に、あ、タイプね、うん、辻さん、石毛さんっていう、あの人たちはやはりピッチャー返しとか、うん、足元にしっかり打ってくるから、特に、うん、左ピッチャーに対してはあの二人こうセンター中心に打ち返すような、そんなバッティングするもんな、うんうん、あとはね、元西さんってオリックスで、あの人もちょっと苦手にはしてたんだけど、そうなんです。俺もどちらかというと左バッターでちっちゃいのは嫌だ。はい、じゃあ、 あの近鉄だと荒井さん、荒井さんとか、うん、オリックスで言ったら大島とか、ああ、はい、ああいうな左バッターちょこちょこ打つバッターは嫌だ。で、イチローとやってるわけじゃん、うん、イチローはどうやった？